ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと今日はお天気が心配ですが、ここ横浜スタジアム、世間はジャイアンツジャイアンツと騒いでいますが、このカープベイスターズ戦、一番熱い試合じゃないかと思います。今日はパンチョ伊藤さんとコメンテーターとして頑張りたいと思います。おはようございます。お今日はあの秋田の方でコメンテーターとしていらっしゃいます。最近よ、最近よ、ひどいよ。ありがとうございます。春はまだダメなんですね。パンチ君よろしく。よろしくです。僕はもう引退して、何ヶ月ですか、半年半年ですね。一番現役に近い、解説よりコメンテーターとして、なるほど、フレッシュなトークでお送りしたいと思います。はい。あとはこれはフルスイング、ワンツーか。うまくいったと言ってしまいました。はい、すみませんでした。いえいえいえ、これから何度でも言っていただきたいと思うんですけどもね。バッターは前田。おっと、インコース、これは当たった。肘か。おっと、そしてこの表情、2歩ほどマウンドの方に歩を歩み出しましたが、ここまでいたーと聞こえてきましたね。右の肘ですかね。右ですね。電気が来てんじゃないですか今頃。パンチはやっぱりあれ、はい、あの現役時代にだいぶこうやって、はい、あのデッドボール食らったことある。僕は2つか3つだったですね、5年間で。2ストライク追い込まれると当ててくれと思って白線まで踏んだんですけどもね。そんなことはないと思います。ショート真正面か。おっと、ちょっと高いが、これはアウト。いや、今の小野さんのプレーもうまかったですね。普通あんまりうまくないファーストですとランナーと交差したりするんですけども、ええ、まあ、長身は長身なんですけど、さっとこのなんていうか足ですか、ええ、さっとこのずらしてですね、さっとじゃわからないですね、どう言ってるのか。これ何気なく見えましたが今のプレー、もう一度ご覧ください。これが痛いんだ。これがね、こうやって右でこれ、ね、ほらこれですよ。なるほど、ベースをまたぐように足を入れ替えてるわけですね。本当に下手くそだとね、ぶつかっちゃったりするんですよね、ランナーと交錯するような、さあ、再起台。さあ、メカゴジラ最初を迎えます。最近290でしたか。最近260キロ。260。あっと、これはすくい上げた。さあ、スタンド上段ですよ。上段に飛んだ。メカゴジラ。なんだろうな、ツーランホームラン。さあ、ということなんですが、反撃開始、まもなく勝ち投手の権利を得る山内なんですが、今日は本当に伊藤さん、そして佐藤さん、ありがとうございました。残念です。ありがとうございました。終了させていただきます。悔しいです。ちょっとあの、今日改めて見て、今日ご覧になられた、あの皆様、このうるさいのパンチと副音声じゃないんだからって思われるかもしれませんけど、僕はほら30代ですしね、あの選手と、はい、このファンの間というか、球団と選手の間、この辺のこのコメントでいきたいと思うんですよ。やっぱりその松木さんなんかもう慣れてらっしゃるんじゃないんですか、そういった。いや、もうはっきり言いますけど、僕の前はしない。それがベストです。はい、わかりました。いいじゃないですか今日。そうですか。なんか、ただのファンになってしまいました。申し訳ないです。明日もあの今度福岡ドームに行ってまいりますので、表で頑張って、はい。頑張ってください。なお今日のプロ野球、中日対巨人、千葉ロッテ対オリックスの2試合は雨。広島打線は。